マイケル・ジャクソン・ゼロ・グラビティ・ゼロ・グラビティは、マイケル・ジャクソンのダンスパフォーマンスである。本パフォーマンス実現のためジャクソンは、マイケル・ブッシュ、ダニエル・トンプキンスと、連名で、US5255,452 メソッド、アンド・ミーンズ・フォー・クリエイティング・ワンチ、グラビティ・イリュージョンとして、特許を取得している。このダンスパフォーマンスが最初に行われたのは、1988年の、長編作品。 ムーンウォーカー内における楽曲スムーズクリミナルのパフォーマンスにおいてである。ただし、この時はワイヤーを使って吊り上げる形で行われている。これが元々のダンスパフォーマンスとしてのゼログラビティである。しかし、この仕掛けは即時の脱着が困難であるようで、映像の中でもダンスパフォーマンスの終了後即座にカットが切り替わり、また、この仕掛けをそのまま用いて、 ライブ上でこのダンスパフォーマンスを再現することはできず、同年のバッドツアーでスムーズクリミナルを披露する際にも、そのパートは省かれている。後年になって、このパフォーマンスをライブで再現するために考え出された技術がメソッドミーンズフォークリエイティングワンチ、グラビティ・イリュージョンである。この技術を使うことでデンジャラス・ワールドツアー、ヒストリー・ワールドツアーでは、 ダンスパフォーマンスとしてゼログラビティをライブのステージ上でも再現できるようになった。このように映像作品におけるそれとライブのステージ上におけるそれは厳密にはその仕組み仕掛けが異なっている。また時系列的には映像におけるダンスパフォーマンスをライブのステージ上で再現するために考え出されたのが技術としてのゼログラビティである。ただし自力で 直立の姿勢に戻すには、脊椎と筋肉をはじめとした体幹が強力である、必要があるとされている。主に出願された特許に基づくアンチグラビティリーンの仕組みはまず、靴は足首までを覆う形で、なおかつ、かかと部分にフックを引っ掛けるための V 字の金属のパーツのついた特殊なものを使う。床から出た T 字型のフックに靴のかかとを引っ掛ける。そのまま、 足を軸にして上半身を倒し斜めに傾く姿勢を作る。その後自力で元の直立の姿勢まで引き上げる。フックから靴を外す。ありがとうございます。